青い目が欲しいわ。ノーベル文学小作家、トニー・モリソンが1970年に発表したアメリカ合衆国の小説で、モリソンのデビュー作。白人の敷いた価値観を問いただす衝撃作。大教皇時代のアメリカ中西部を舞台に、白人の容姿に憧れる黒人の少女の一年間を描いたもの。少女は自分の不幸の原因が、 白人の美の基準にそぐわない自分の容姿にあると思い込み、青い目になれるよう虚しい祈りを続けるが、父親の強姦による妊娠で気が触れ、青い目になれたと信じ込むものの、より青い目になりたいと想像上の友人と会話を交わす。物語はアメリカのマジョリティであった白人中産階級が理想とする良きアメリカの家族像を歌った。 小学校教科書の一節から始まり、それを幸せと信じた黒人少女ピコーラの悲劇が少女と同じ黒人であるものの、そうした考えを持たない友人の視点から語られ、白人の価値観が支配するアメリカ社会の中で、ピコーラを不幸にしている本当の原因のありかを探る。主人公を襲う悲劇や彼女の持ち合わせる。 自己嫌悪の深さなど扱う題材が陰出なのにもかかわらず、読後に陰出な印象を抱かずに済むのは、作者がこの作品の登場人物の誰かを告発するような文体で表していないためである。この作品には、作者の登場人物皆に対して連瓶が平等に与えられている。1941年、ロレインに暮らす私の家に、 ピコーラという11歳の黒人の少女がやってきた。ピコーラの父親のチョリー・ブリードラブ、母親のボーリーンラは見ない違いに、見にくかった。やがてピコーラは、周囲の偏見、いじめ、家庭内暴力などのすさんだ環境は、自分が美しくあれば、目が青ければもっと違ったろうと考えるようになる。ピコーラは、一生懸命、毎晩祈った。 熱心に祈り続け一年経ってその願いが叶えられなくともめげずに祈り続けた。けれどもその願いは叶わず、ひどいいじめは続いた。かつて、チョリーとポーリーンは、お互いに愛し合っていた。ポーリーンは世の中にこれほど多くの笑いが存在することを知らなかったほどだった。結婚した後、二人の間は、周囲の偏見にこうする気持ちの行き違いから倹悪になっていった。 しかし、ポーリーンの妊娠によって二人は結婚直後のように戻った。長男出産後、ピコーラを見ごもった時、ポーリーンは生まれてくる娘を愛しく感じていたのだ。チョリーは母親に捨てられた子供だった。やっと探し出した父親は爆地に溺れていた。絶望の中でポーリーンに出会い結婚したが、家族への責任や一定で、 変化のない繰り返しの重圧に絶望した。しかし、子供の出現が彼に大きな感情の変化をもたらした。けれども、彼は親から育ててもらわなかったので子供の扱いがわからなかった。ある土曜日の午後、酔っ払った中、台所にいるピコーラを見た。ある日、ソープヘッドという老人の元をピコーラは訪ねた。ひょっとしたら、 あれをやってくれることができるんじゃないかしらと考えて、老人はこの願いを聞いたとき、絶望した。そして老人は、毒の入った餌を、ピコーラに渡し、犬に、それを与えるよう指示した。この犬が不思議な振る舞いをしたら、お前の願いは叶えられるだろう。果たして犬は苦しんだ末に死んだ。私は、ピコーラが、ジップとの子供を見ごもったことを聞いた。その頃、 ピコーラは空想の中にいた。ピコーラの友達はピコーラにあなたの目はずっと誰よりも青いのよと囁いている。ありがとうございます。